ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2680年、西暦2020年、令和2年5月11日月曜日です。緊急事態宣言発令中です。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナル、バスタ新宿があります。ただいま午後6時10分少し回ったところです。気温は24度です。緊急事態発令中、外出の自粛、在宅の要請中です。このような時、街頭での演説、スピーチはやめるべきではないかとの声が多く寄せられています。また国民が一致団結して新型コロナウイルス感染症と戦っている時、安倍政権、政権批判は控えるべきではないかとの声も多く寄せられています。私長谷川隆はこのような緊急事態、非常事態であるからこそ言論の自由を守り、安倍政権、国家権力に対し疑問や意見、批判を続けております。これを失った時、国家権力は暴走し、人権を弾圧し、かつて我が国もまた大戦となり大敗しました。多くの尊い命が失われました。今私たちは中国武漢発の新型コロナウイルス感染症、肺炎、疫病と戦っています。さらには強行に突入しました。国家の代表者、国家権力が権力に取り憑かれて暴走し始めています。今こそ言論の自由と報道の公正を守ろうではありませんか。こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております、長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。皆さん、あなたもここで街頭でスピーチしませんか。自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。ここでお断りしているのは、皇室批判と日本政府転覆について、この武力によるね、政府転覆、この2つはお断りしております。その他自由に社会や政治など疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。もちろん未経験の方、初めての方、大歓迎です。一言でも二言でも結構です。私長谷川隆はここ東京新宿駅南口で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。これは私たち国民の選挙による議会制民主主義を訴えるためです。今日テレビ新聞、報道機関、マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論兵器が原則にもかかわらず日本を貶める、反日に偏った反日の報道が繰り返されております。時には嘘を報道されております。また重大事件にもかかわらず、重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。明らかに日本を貶める反日報道に成り下がっています。公共放送 NHK までもがこのありさまです。この報道に日本の危機を感じ、ここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。